世代を担うはずのニュージェネレーションに閉塞感が漂うようになったある日、選ばれし者たちにダイレクトメッセージが届くようになった。多くの者はその ID を不審に思い削除したが、好奇心の強いコネクターたちがアクセスを試みた。するとそこに広がっていたのは、リアルな社会を抜け出した異想都市。やがてこの都市の名はアカウント ID を由来としてこう呼ばれるようになった。アバロン。突然だが松岡君、男のファッションで好きな雰囲気とか何かおこだわりはあるのかね。プレジデント、こんばん、アバロン。私はそうだな、似合ってれば一番いいけど、なんか男らしい服装ってやっぱ女子にはできないから憧れるかな。マジマジ。今週はそうしたファッションのこだわりや価値観についてサポーターたちと議論していきたいと思うんだが、はい、まあ、中でも今夜な、松岡君に考えてもらいたいというのが学校の制服についてだ。最年少だからね、学校の制服、うん、君も仕事でいろいろ着るだろう。うんうんうん、セーラー服だったりとかな、うんうん、学ランだったりとか、うん、ボンタンだったりとか、洋ランだったりとか。洋ランだけはマジで本当にわかんないしね。もうお前いけないやつだ。なんでよ。うん、でその制服なんだが、何でも聞くところによると靴下にワンポイント入ってるだけで、はい、先輩から「おい生地だ」なんでと目をつけられたり、はい、いろいろ苦労も多いそうじゃないか。なんでしょうね。まあというわけでだな、うんうんうん、今回はそうした学生たちの制服トラブルを解消してあげてほしい。なるほど。松岡君、はい、ゴールデンウィークも頑張っていきましょい。おお、まさかプレジデントがモームスの掛け声をしてくれる日が来ると思いませんでしたよ。ありがとうございます。あ、田中、はい、こんばんバロン。こんばんバロンです。さあ、それでは代表、うん、今回のマニフェストの発表をお願いいたします。今回も私が練りに練りました制服トラブル解消のマニフェストはこれです。ファッショニスタがスタイリング、制服定期イベント開催法案。どんな法案なんでしょうか。これはですね、はい、学校とか、まあ、それぞれその地域とか施設でですね、定期的にファッションイベントを開催しようという法案なんですけども、はい、内容はですね、どちらかというとおしゃれな子たちよりもおしゃれに苦手意識があったりとか、ちょっと鈍感だなって自分で思ってる子たちを焦点を当てましてですね、ファッショニスタと呼ばれる、もうおしゃれに敏感でおしゃれ大好きっていう子たちに、その子たちがモデルになってスタイリングしてもらうんですよ。でショーとかを行ったり、こうイベントをやっていくんですけれども、ただあの重要なのはこのモデルになる子、その鈍感だなとか苦手意識あるなって子は立候補と推薦、どちらも OK ってことにしたいんですね。じゃないとこう、なんだろう、自分から行けない子とか、います、ね、友達にお願いやってって言えるし、うん、はい、そこはちょっとあの余波を残したくて、はい、っていうのもよく、ま、アニメとか漫画とかでさ、はい、こう大変身とかさ、はい、なんか、え、そんなに可愛かったのとかさ、そういう服装似合うねみたいなのってよくあるじゃないですか。そうですね、いわゆるシンデレラストーリー的な、ね、うん、そうものがありますね。ああいうのってやっぱりこう本当に現実世界にあったら面白いなってずっと思ってて、でそのスタイリストとなるファッショニスタはその学校から数名、これも立候補生、はい、これは立候補生のみ、はい、推薦なし、はいはい、であとね、プロを一人混ぜたいなと思ってて、でプロもちょっとその学生さんたちのファッションって気になると思うから、プロもプロで潤うし、またプロが一人入ることで、はい、その学校の中のファッショニスタたちも、あ、そんな服装があるんだとか、プロのお仕事が見れるっていう、全員が嬉しい、学ぶことがたくさんあるんですね。そう、三者三様の潤いがあるっていう、はい、平和主義の松岡ならではの法案なんですね。はい、では今聞いているサポーターの皆さん、松岡代表のファッショニスタがスタイリング制服定期イベント開催法案に賛成か反対か、アバロンのウェブサイトにあるロビーイングのバナーからコメントをお送りください。また番組ウェブサイトのボードで反対賛成のクリックもお願いいたします。ジェイミーへの書き込みもお願いいたします。
これはですねやっぱりもともとおしゃれな人もいろんなスタイリングをやることで新たな技術を身につけたりとか、はい、やっぱ一番は苦手意識のある子が、あ、こんなの似合うんだ私とか、こんな服着れるんだっていう思えることが一番、意識改革が一番の課題でございます。いいですね。でですね、この本は以外にも、はい、今友達の間で流行ってる制服の着こなしとか、で制服に関する変な拘束があるよとか、これすると先輩に目をつけられるよとか、あと制服あるあるとかね大募集してます、はい、でいろんな体験談聞きたいんですけども、はい、これあの制服着てたのが何年前ですけどみたいな人でも大丈夫なんで何十年前でも大丈夫だから誰でも体験談待ってます、お願いします。さあ今夜は制服に関する不安、不平、あ、不安じゃないね、不平、不満、不平等について徹底討論です。その全てをアバロンに吐き出していきまーしょい。ユートピア、ニュージェネレーション、ファイティングドリーマー、マイユーハートアバロン。どうぞ。失礼します、うん、代表、今廊下にこんなものが落ちていましたが、ん、これは木曜日のクレイジーラブのバッジじゃん、あの渡辺直美姉さんの。ボンボンボン、え、何何、なんか聞こえなかった、何何何何何、今の何、ボンボンボンって何、聞こえましたか、何か聞こえたよもう代表安心してください。何何、先週扉も指紋認証にしたじゃないですか、うん、我が党のセキュリティは万全です。うん、まあ大丈夫かな、アバローもいるからね今日も元気だ。はい、さあそんなことよりも今日の制作課題について早速コメントが届いていますよ、うんうん、松岡代表が考えたファッショニスタがスタイリング制服定期イベント開催法案、ここでは賛成反対それぞれの意見をご紹介したいと思います。代表お願いいたします。はい、こちらサポーターネーム南沢さん、賛成の意見です。17歳高校生、あ、現役ですね、うん、松岡代表こんばんはバロン、こんばんはバロン、賛成です。自分はおしゃれに疎すぎます。逆に制服の方がみんな同じなので落ち着いちゃうタイプ。でも周りからかっこよく見られたい僕はそうだし、意外とみんなそう思ってるんじゃないかな。だからこの法案があったらそういったことも一気に解消すると思います。この案件自分の学校の生徒会にも質問してみようかな。これ本当にじゃあ私が言ってる法案がリアル世界でも繰り広げられるってことね、素晴らしい。そう、やっぱこれ学校主体になって生徒が主体になってイベントしたら、そのイベントしたことに自信もつくしさ、うんうん、それぞれが夢への一歩になるんじゃないかなって思うからね。素晴らしい、ぜひやってほしいな、はい、こちらも賛成意見です、はい、タコバーガーさんですね、19歳大学生です。松岡さん、田中さん、こんばんは。こんばんは。今回の法案僕は賛成です。あと付け加えてもらえるなら、スタイリングしてもらった服をその場で買えるようにしてもらいたいです。と言いますのも、僕は中学高校と部活をしてました。なので私服がほとんどジャージで、おしゃれな服を買いに行けるような服すら持っていませんでした。なので今日の法案があれば、学校でスタイリングしてもらえて、それをまた変えることができれば、服装を気にせず出かけることができますし、他にもいろいろな服が買えると思います。これ読んでいいかな。 PS ちはやふる下の句絶対見に行きます、しのぶちゃんだってありがとう、よろしくね、なるほどね、これ変えちゃうっていいと思う、うんうん、それでその例えばそのブランドの企業の方が入ることで、その SNS とかでさ、高校生たちが飛ばしていけば、そのブランドの広告にもなるから、そうですね、全員が潤うよね。あ、はい、これジェイミーもたくさん来てます。エリココさんですね、はい、1分以内だって早っ松岡代表こんばんは、こんばんは。私には5歳上のお姉ちゃんがいるんですけど、お姉ちゃんに今 JK の靴下は短いんだねと言われます。松岡代表が高校生の時は靴下長かったんですか。出たよこれ、私ついにそういう扱いされちゃうわけ私数年前まで高校生だったのに。でもね、私の時もじわじわ来てましたよ、短い靴下のやつ。そうなんですか。今くるぶしぐらいの履いてるじゃない。知ってる？田中、知りもしないの田中申し訳ありませんあのさ、はい、あのルーズソックスとかさ、はい、それこそハイソックス、はい、2ハイ、はい、とか流行ったじゃない、はい、それがね今度は今くるぶしちょい上だから、今私が履いてんのも長いぐらい、もうこのぐらいのやつにローファーを履くの。それが流行ってるの。おしゃれなんですか。そうなの、衝撃でございます。私の時はちょっとあの膝半分ぐらいだったんだけど、はい、どんどん短くなっててでもね、確かにちょっとスポーティーで可愛いの。長かったよエリココちゃん、私の時代はわざわざみかんを入れてブンブン振りまして遠心力で伸ばしてから反則にしていたんですよ
本当ですよこれは。はい、なるほどね、ルーズソックスが売ってなかったんだ。そうです、私の時売ってたからな。代表反対券も届いておりますのでお願いします。嬉しいことばっかじゃないよねサポーターネーム焼き鳥はタレ派ですさんです。松岡代表こんばんは。こんばんは。申し訳ないですが今回の法案自分は反対です。なるほど。なぜならみんながおしゃれになれる点はいいと思うんですが、場合によってはそのおしゃれを履き違えてしまう人がいるような気がするからです。ん？制服なのでやっていいことと悪いことがあると思います。行き過ぎたおしゃれは学校にはふさわしくないような気がします。万が一のことかもしれませんが。なるほどね、まあ、必ず上がってくる意見ですよね。これはね、確かにそうだよね。だってやっぱさ、ルールを守ることを学ぶことも学校で必要な大事な授業じゃない、学校を過ごす、学校生活を過ごす上で確かにそのルール違反をしてっていうのはね、だからまあ校則によるんだろうね、だからこそその学校ごとのいろいろその組み立てが必要かもしれない、生徒会が主体になって、校則ここだからこれを守ってねっていうのをそれぞれがこう見守ってあげつつね、はい、でね、その賞は私服部門と制服部門があっていいと思うの、ダブルでね。ああいいですね、はい。さあ今日の制作課題は、学生たちの制服トラブルを解消せよ、松岡代表提案のファッショニスタがスタイリング制服定期イベント開催法案についてまだまだコメントお待ちしております。コメントはアバロンのウェブサイトにあるロビングのバナーからお送りください。さっきの靴下短い事件もそうだけどさ、今流行ってる着こなし制服の、どの知りたいし、あとなんかこれやると先輩に怒られるんですみたいな、ちょっとイライラをぶつけてもらっても構いませんので、たくさんの体験談を教えてください、はい、はい。そして今日のテーマとは別に今抱えているお悩みもお寄せください。学校やバイト、家族、友人関係などどんな些細なお悩みでも構いませんよ。アバロンのウェブサイトにあるポステルのバナーからどうぞ。松岡代表が直々にあなたのお悩みにお答えいたしますよ。ブンブンブン、なんか聞こえたって、絶対私にお答えしますよって言おうと絶対誰かやるよ田中。めかしい図書館にある秘密の扉、どんな情報にもアクセスできるその空間にアバロンの未来への鍵がある。今宵その膨大なデータに新たな1ページが加わる。ワンダーライブラリー。松岡代表、今日もここワンダーライブラリーでマニフェスト作りを完璧なものにしましょう。はい。あ、今週の制作課題は制服トラブル解消でしょ。はい。私がね、小学校の時に読んでた漫画なんだけど、チョコ耳って漫画があってさ、今でも1年に1回ぐらいのペースで出てんのかな。それこそね、中学校2年生の女の子たちが校則破りまくって、制服を着こなしをガンガン変える漫画があって、あら、そうなのね、おしゃれに敏感な子たちが読んでてね、憧れて読んだなと思って、あれ借りたいな、久しぶりに。わかりました、その本でしたら、すぐ近くにあるようなので、あのロボットに頼みましょう。あ、あいつね、お探ししているのはこの本ですか。あれ、この子喋ったっけ。あれ、代表知りませんでしたか、近くにある本はこのコンシェルジュのロボットが持ってきてくれるんですよ。あれとまた違うんだ、はい、あ、名札があるよ、ウォリーだって。そうです、チハヤフル見ましたよ。カルタ強いんですね。あ、チハヤフル、あ、私が出演しているあの絶賛公開中の映画のことね。ありがとう。私、その主人公が憧れるそのカルタのクイーン役で出させてもらってるから、結構敵役っぽいところなんだけども、すごい愛嬌のあるキャラクターで演じがいがあって、今絶賛公開中なんだよね。そうですね、代表、ぜひ見てほしいな。私初日に行ってまいりました。田中、ありがとう。それこそ本当代表の制服姿に私はしびれました。あれ手作りなんだよ。そうなの、だからぜひみんなにも見てほしいな。なんとなんと、さて今日は2階の面会室に今ティーンズから絶大な人気を誇るファッションの専門家をお呼びしているんですが、今夜はもう早速お会いして、今回の制服問題についていろいろとお話を聞いてみましょう。聞きたいね。フライッシュ代表、はい、代表この部屋ですよ。いや、失礼します。
代表、この方が今回の専門家、うん、今ティーンズから絶大な人気を誇る神カリスマショップ店員のペイさんです。はじめまして。はい、はじめまして。めっちゃ可愛い。ペイです。めっちゃ可愛い。可愛くないです。めっちゃ可愛いですよ。可愛くないです。はじめまして。はじめまして。はい、はい、ペイさんは、はい、アバロンではなく、うん、原宿という町にあるダブルシーというお店で働く今女子中高生に大人気のカリスマ店員です、うんうんうん、服が似合っていないお客さんには似合っていないとはっきり言う。ちゃうの？毒舌ぶりも人気の理由だそうです。ペイさんってさ、はい、髪の毛もツインテールっぽいし、はいはい、唇も真っピンクだけど、はいはいね、あのお姉お姉です。あ、お姉なんだ、はい、もう初っ端から、はい、ぶっ放しますね。でもなんかお姉の方って、はい、結構さ中高生ってさ、はい、あんまりこう親しみもあんまりなかったりとかさ、そうですね、びっくりしちゃったりするけど、うん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 、ペイさんの感じだと本当ですか、なんかニューカマーだね。ニューカマー、ニューカマーってなんですか。なんか分かんないけど新しい、新しい感じの、うん、そうですね。ありがとうございます、はいはい、早速いろいろとお話を伺っていきたいんですが、そうですね、まずは今回も我が党が誇る情報機関 MM6 に学生たちの制服に対する不平不満について調査を依頼しておきました。ここで来るわけね、はい、調査結果が上がってきたのでペイさんもぜひ一緒に聞いてください。はいはい、14歳の学生です。制服は普段はスカートとかをちょっと2回とか3回とか折ってブレザーを着ないでセーターを着てます。先輩に明るい色のセーターを着ているとちょっと目をつけられているのでみんな紺とか灰色とかを着ています。スカートの丈は3年生だけ膝よりもちょっと上ぐらいが大丈夫です。1人なんかもう短くしてる子がいてその子3年生にちょっと目つけられてたりしたからなんか 1,2 年だけだったからちょっと嫌だなって思った。17歳の、高校生です。指定のセーターとベストとあとなんか市販のなんか今回黒のカーディガンしか着ちゃいけなくってでもなんか言われてないところはもう化粧してピアスしてみたいな。あーなんかでも私服なんかちょっとなんかセンス試されるなって思っても学生のうちは制服着たいなって思ってそれで学校選んだのもあるんで残りの高校生活楽しもうって思ってます。なるほどね。気になった声ありましたか？そうですね、自分一番最初の、うん、なんかもうその先輩に何か言われるみたいなめっちゃわかりますね、うんうん、これさ目つけられるって一体何ですか？どういうこと？特になんか自分その体育会系でなんかその、うん、なんだろう制服の着方とかめちゃめちゃ注意されるタイプだったんで、うんうんうん、そこでめちゃめちゃその先輩にブレザー短いんじゃないとか、うんうん、そのネクタイ太くないみたいなのをめちゃめちゃ言われてもう嫌でしたね。あでも確かにそうだよね、まあ、派手だからってことなのかもしれないけど、はい、でもさペイさんはさ、はい、お洋服はスカートじゃなくていいの？スカート履きたいとかではないではないですね。ブレザーも、まあ、男も全然着てましたね。はい、ファッションは男もんでもいいってこと？そうですね、そこ難しいですよね。うん、難しいけど、ね、いっぱいタイプがいるから自分っていうじゃないですか一人称が、はいはい、なんか体育会系なのかなとはちょっと思ってて確かにゴリゴリの体育会系だったんでそうそう、もうそこは名残あるかもしれないですね。はい、制服言われちゃうのか。どんな制服だったんですか？自分はめちゃめちゃそのデザイナーさんが作っためっちゃなんかおしゃれな制服で、だからその県内でもめっちゃ憧れられるような制服でした、ね、制服で選んだんですか？いやなんか制服では選んでないですね。まあ、そのスポーツ推薦ですね。何のスポーツ？何のバレーボールをもうマジでガチでやってたんで、なんでまあそれはまあ制服では選んでなかったんですけど、全然だからその制服が可愛いっていう理由で入ってくる子とかいっぱいいましたね。ああなるほどね、はい、憧れの学校だったんですね。はいはいはい、でした。でもそうやって目つけられて先輩から何か言われることとかあるときにどうやって解消したんですか、はい、その感じって。そうですね、でもまあ自分の場合その部活的にもうそのみんなと足並み揃えなきゃいけないっていう、もう理由もありましたし、あースポーツ部ってやっぱその結果を求めてたからやっぱそこは自分は目つぶってやってましたね、うん、あそのメイクさ、はい、二重じゃなくても二重じゃないです。これあすごい、二重じゃないよ、線引いてるだけだよ。線引いてるだけで二重に見えるんだ。衝撃。おしゃれです。で、ちなみにさ、はい、その中高生ですけども、はい、なんか制服で来る子も多分いるじゃないですか、はい、お店に、はい、なんかこういうの流行ってるとかありますか？なんかそうですね、そのままその格好で学校に行ってるかは分かんないですけど、うん、今その制服にセーターとかカーディガンじゃなくて、うん、なんかもうパーカーとかもう本当に好きな
スウェット、スウェットとかでもう着ちゃう子とか、あとなんか最近なんかルーズソックスとかまた着てるんですかね。サイブーム、なんか最近なんかやたら見ますね。え、なんかすごいマイナスな感じだけどあんま好きじゃないんですか。いや、なんか、自分はなんか低いすごいドスが聞いた声がどうなんとか思いますけど、え、ペンさんが思う女子のかっこいい制服ってなんか可愛いとかおしゃれとかって。可愛い制服、でもやっぱりそのなんだろう、校則っていうのは、やっぱ守らなきゃいけないっていう、意外意外意外、そういうのはあるから、モラルってことかな、だからそのギリギリのラインでやっぱりね、その個性を出すっていうのがやっぱ一番重要なのかなっていうのは、ペイさんがカリスマ、神カリスマな理由わかりますね。本当ですか。そう、まともなんですよ、めっちゃ。まともなの。まともなの。まともなんですよ。まともなペイさんに聞きたいんですけど、はい、私が結構念に練った今回のマニフェストなんですけども、はいはいはい、そのイベントを開催して、それこそペイさんみたいな人が、はい、その今あまりおしゃれじゃないよっていう子をこう改革してあげるのってどう思いますか。どうなんですかね。まあでも自分のやっぱファッションやっぱ好き嫌いもあるし、なんか激しすぎるって言われるかもわかんないですけど。ちょっと激しい。ですよね。びっくりしちゃった。ね。そう、びっくりしちゃう人もいるかもしれないですけど、はい、でも逆に自分が学生の頃にこういうのがあったら、やっぱそのね、ファッションとかなんかやっぱ自信ない子たちとかもやっぱそれをきっかけに自信になったりとか、そういうのにもつながってくると思うんで、見てみたいですね。嬉しい、ペンさんに背中押されるめちゃめちゃ見てみたいし、自分もやってみたいです、それを逆に。はい、賛成いただきましたね、ありがとうございます。では代表、そろそろ次がありますので、もうツッコミところありまくりだよ。ね、残念、本当に残念。いつからそうなったんですか。いつから自分を出せたんですか。上京してまだ1年しか経ってなくて、やっぱその制服でやっぱり縛られたんで、なんか上京してからこっちで爆発しましたね。ああ、そうね。それのパターンかもしれない。やっぱ制服着てるうちはこうマナーがあってね、はい、そのなんていうんだろう、ルールを乗っ取った方がいいってこと。そうですね。やっぱその制服っていうのもやっぱ、まあルールっていうのもそんなやっぱ学生の頃しかやっぱないと思うんで、やっぱそれをやっぱり今はそれをそれで楽しんでほしい、ね。ルールの中で戦うってこと。そうですね。逆にそのね、ルールの中でギリギリのラインで自分の個性を出すっていうことに楽しみを、高速の中で暴れるみたいな、それをスカート落ちちゃいけないから逆にそれをファンキーに着てみたりとか、そう、自分なりにそこは個性を出して頑張ってほしい。でもそれ、その WC さんに行く学生がペイさんに憧れていく人もいるだろうから、はいはい、それ言われたらなんか頑張ろうって気になりそう。そうですね、やっぱこういう質問とか相談とかも来るんで、それはそういう風に答えてますね、いつも。めちゃめちゃ人気でサイン待ちとかがあるんですってよ、ペイさん。すごい。もう本当それがお仕事に、サインがお仕事みたいな。そうですね、まあ、それがもう、って書くんですか。まあ、なんかちょっともう自分なりのサインをやっぱ考えてそこをやってますね。私も行って原宿に行けば会えるんですね、ペイさん。会えます、会えます、会えます。全然。すごい。ね、はい、ぜひ。はい。すいません、さっきちょっとなんかせかしちゃったんですけど、改めてちょっと、はい、それでは。もっとお話聞きたいんですけども、すいません、ペイさん、はい、お時間ですので、ありがとうございます。ペイ様にはライブラリーの次元転移装置でお買いいただきましょう。ペイさん、これ、はい、本当にスイッチを押したらヒューンってなっちゃうから。消えます、私は。その今綺麗なピンク色も一緒のうちに見えなくなってしまうので、はい、消えます。すいません、今度はその原宿のお店に伺います、はい、ぜひ、はい、待ってます。これからも職店員さん頑張ってください。ありがとうございます。何か押しちゃって、はい、参りますよ、スイッチオン。ピンク色の人もスッてなるとこうピュッて消えるんだね。残像が綺麗だしね、綺麗だ ね、鮮やか、桜かなと思ったね、はい、代表、制作に反映できそうなお話ありましたか、やっぱりさ、多分ペンさんみたいな方をおじいちゃんおばあちゃんが見たら、はい、えー、ってなると思うの。まあまあまあ、だってびっくりするし、男の子、女の子ってなるだろうし、でもすっごいいい人じゃない。そうでしたね。しかも制服をさ、ルールの中でやった方がいいっていうのもすごいびっくりしたし、もうルール無視して暴れちゃえよって言っちゃうかなと思ったんだけど、だからやっぱりさ、おしゃれって心なんじゃない。心がおしゃれな人はさ、もうヘップバーンの理論だよ。綺麗な口元は綺麗な言葉から、そういうことなんじゃないかしらって思っちゃったな。なるほど、うん、とてもいいお言葉ですね。ありがとう、はい、それでは今回の貴重なデータをワンダーライブラリーに収蔵して棟に戻りましょう。渡辺タスクです。土曜の朝はラジオドーナツ、略してラジド。今週は古内東子さんを迎えた公開収録の模様をオンエア。そしてなんと5月のマンスリーナビゲーターは
浦浜ありささんに決定。ラジオドーナツは土曜朝8時から。さっきCM で渡辺タスクさんが言ってたラジオドーナツさんのマンスリーナビゲーターが浦浜ありさに決まったよっておっしゃってたんですけど、浦浜ありさって私の親友でモデルさんなんですけど、それこそ今回の法案にね、私ね、ファッションリーダーって今なんて言うんだろうと思って分かんなくて、それでありさに聞いたらファッショニスタだよって教えてもらって、このおしゃれな法案名が決まったの。だから今 CM 流れててびっくりしちゃって、つながるね。みんなラジオドーナツ聞いてください。お願いします。はい、お願いいたします。さて、今夜は制服トラブルを解消する我が党のマニフェスト。ファッショニスタがスタイリング。これこれ、はい。制服定期イベント開催法案、うん。制服への不平不満や実際のトラブルなど、体験談も続々と届いております。うん、代表、お願いいたします。はい、こちらサポーターネーム、ケンケンさんです。こんばんは、松岡さん。こんばんは。僕が通っていた中学では女子のスカートの丈の長さが膝立ちした時にスカートが床につく長さという細かいルールがありました、うんうん、膝立ちした時にスカートが床に、あ、なるほどね、はい、なので中学では女子はみんなスカートが長かったです。男子としては短い方がいいし、女子も短くしたいと思っているでしょう。どう思いますか？変な学校ですよねって、うん、私もありました、このね、え、膝立ち、膝立ちチェック。あ、じゃあ結構、じゃあ古くから、ごめん、そういう意味じゃない、そういう意味じゃない、そういう意味じゃない、違う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 、いいんですよ、代表。だってだってケンケンくんさ、ほら、まだ高校生じゃん。そうですね。だからそう、なんか、ね、違うよ。代表、次に参りましょうか。ごめんって。あ、これジェイミーからです。ボノコさんですね。松岡代表、はじめまして。はじめまして。ホームページを見て同い年だと今日初めて知りました。あ、じゃあ21歳の人ですね、うん、私は私立高校に通っていたので校則が厳しく、放課後にブレザーからカバンまで指定外の制服に着替えて遊んでまして。わざわざ、え、じゃあ全部持ってくってこと？大荷物ですね。逆に現役高校生の妹は公立で自由なのに毎日ジャージ登校しているのでもったいないなと思います、はい、制服は学生の特権ですね、うん、でお花さん続いて、松岡代表、こんばんは。こんばんは、はい、私の通っている学校では制服を着崩すと先生に怒られるので、ローファーよりもスニーカーを履いている生徒の方が多いです。はい、どういうことだろう。スニーカーの方が他の服が合わせやすいってこと？着崩すと怒られる、ですね、多分。あ、なるほどね、うん、いろんな意見がありますけれども、なるほどね、はいはい、なんかその自由だからこそいつもジャージで行っちゃうみたいなところあるかもね、はい、窮屈だからこそもっとやりたいってなるっていうか、自由ってなんだろうみたいなかもしれないですね。はい、代表、うん、法案へのアドバイスも届いておりますよ。あ、これかな、はい、サポーターネーム、アルビレオの、なんて読むの、アルビレオの、な、何何これ、なんこんな難しいのやめて。アルビレオの観測員さんです。はい、法案に提案です。はい、学内ファッショニスタやプロのスタイリストに加え、服飾の専門学生など加えてみてもいかがでしょうか。互いに学べる一石二鳥な、かつ低予算のプロジェクトにできると思います。なるほど。確かに服飾の専門学生さんもさ、自分の服は自分のスタイルってもう十何年付き合ってきたやつだけど、違う体型の方とかさ、そうですね、なんかその全然その自分とは違うタイプの方をスタイリングすることで、はい、本当にそのプロになるための第一歩だもんね、うん、そうですね。確かに三つどもえの戦いにしてもいいかも。これいいね、採用。採用いたしましょう、うん、さあ、今日の制作課題、制服トラブルを解消せよ。松岡代表が世の中に提案するファッショニスタがスタイリング、制服定期イベント開催法案について、まだまだコメントを募集しています。コメントはアバロンのウェブサイトにあるロビーイングのバナーからお送りください。制服トラブルの体験談とか法案へのアドバイスもあったら、はい、ぜひぜひお願いします。お願いします。そして今胸に何か悩みを抱えているという方は、ぜひウェブサイトにあるポステルのバナーまでお送りください。松岡代表にその悩み打ち明けてみませんか。見ませんか。ラン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 ハイスクール代表、はい、代表、あれ、よろしく。今始まってた。楽しかったかな。さて、今夜のプレジデントからの指令は、学生の制服トラブルを改善せよ。松岡代表が学校関係者の皆さんに提案する、ファッショニスタがスタイリングする制服の定期イベント開催法案について議論していますが、ここで賛成反対意見の中間発表でございます。来ましたね。はい、来ましたよ。パーセンテージ、受け入れてもらえたかな。参りますよ。現在のパーセンテージは賛成、うん、87%。 マジ？ほぼじゃん。反対 13% ということですね。嬉しい。
私もさ、おしゃれって苦手意識がずっと中高生の時からあったからさ、はい、そうなんですか。だからそういう子たちに受け入れられてたら嬉しいな、はい、ありがとう。そうですね。さあ、うん、ただまだ穴があるかもしれないので、うんうん、マニフェスト作りをより完璧にするために、うん、ここは反対派の実体験を中心に見ていきたいと思います。たくさんね実体験届いておりますので代表よろしくお願いいたします、はいはい、こちらですね、はい、あこれはあれだ、今まさに学生の女の子ですね。サポーターネームマロンさんです。松岡代表こんばんアバロン。靴下の件ですが、私はまさに短い靴下履いてます。しかしくるぶしのあたりではなくて、まゆちゃんと同じくらいのふくらはぎの中間くらいの長さです。その長さだと歩いてるだけでズルズルと下がってきちゃうので毎回上げるのが大変です。でもその長さがスカート丈と足の出てる比率的に一番足が長く見える気がしたのでこだわってます、ということで。そうなんですよね。なんかまあ、要はさ、もうマネキンみたいなのベストスタイルの方はさ、はい、スカートも規定の丈でも可愛いかもしれないし、はい、だから要はコンプレックスがあるからそうするんだよね、うん、はい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 。だからその靴下の丈も確かに長く見えたりするの分かるな。あ、これはね、拘束が厳しい女の子だよ。サポーターネームイルカさんです。松岡代表こんばんは。こんばんは。私の高校は拘束が厳しくて、制服のスカートを短くすると先生に目をつけられます。しかも私の高校はブレザーで寒い日でもブラウスにジャケットだけで困ります。え、ニット着せてくれないってことだ。えー、いやーこれきついね。体に悪い。コートもダメなのかな。どうでしょうね。直接今日コートということですかね。でもさ、学校でさ、あの授業中寝たい時とかさ、ブラウスにブレザーだと寝にくいよね。寝やすいかどうかという。そうそうそう、なるほど。ニットが寝やすかったな。あ、これ反対意見だ。サポーターネームもぐもぐさんです。今流行っている着こなしですが、先日女子高校生の集団とすれ違った時に、はい、カーディガンの胸元を大きめの飾り付きのピンで留めてる子が大きくてびっくりしました。今流行ってるんでしょうか。現役高校生の方のご意見聞いてみたいです。カーディガンの胸元を大きめの飾り付きのピン。大きめの、え、あれダッカールみたいなこと。あの私たちの時にあのスクバに、スクバスクバもう何も分かりません。スクバ分かんないの。スクバは分かるでしょ。スクールバッグだよ。そう、スクバにさ、スクバってなんか懐かしい響き。スクバにさ、ダッカールって言うんだっけ、なんて言うんだっけ、あのなんかでっかいピンつけたじゃん。あ、やだ、ここオーバーサーディー。あー、なるほどね。サポーター教えて。なんか何カーディガンの胸元につける大きめの飾り付けのピンって何、ちょっと教えて。こればっかり教えて。ピンバッジではなく、ピンバッジ、うちで配ってるやつのこと。の田中、申し訳ございません、失言でございました。はい、なかなか難しいねファッションでね。はい、今日の制作課題、うん、学生の制服トラブル解消とその解消のためのマニフェスト、うん、ファッショニスタがスタイリングする制服の定期イベント開催法案についてのコメント、まだまだお待ちしております。コメントはアバロンのウェブサイトにあるロビングのバナーからお送りください。お送りください。レトリートアウト、アバロンウィルイグリッドファイティングドリーマーマユマツオカマユマツオカアバロン。そういえば代表、毎回ラジカセでどんな曲をかけてくれるのかサポーターが楽しみにしているという話も聞いていますよ。え、そうなの。はい、今夜も何か一曲お願いできますか。あ、そう言われると緊張しちゃうけど、なんかさっきスクバって自分の言葉で出したらなんかグワーって高校生が湧いてきたのね。でその時に私あの橋さんの同期のひでちゃんって子がいて、はい、そのひでちゃんとね高校の時にずっとねカラオケ行くたびに歌ってた曲があって、はい、それ久しぶりに聞きたいな、ね、いい流してもお願いします。ぜひ557188さんの C7。 Please, I am okay. お願い。わーい、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 うん、わーい、わーい。あ、なんだ。失礼します。あ、代表、お菓子食べながら何読んでるんですか。ん？これね、旅行誌。はあ、はあ、はあ、はあ。なんかちょっと、はい、なんか休みが取れたら、今ゴールデンウィークじゃない世間は。まさにね。私もどっか行きたいなと思って。
そうですよね、そう思いますよね。でも代表お忙しいですしね。いやいや全然だよ。ちなみにもし、うん、代表お休みが10日間ほどあればどこに行きたいですか？そうだね、やっぱヨーロッパの方気になるし、はい、やっぱこっからさクエン酸が必要な季節入るじゃん。クエン酸、うん、だから本場のレモン食べにイタリアのシチリアに行きたい。そういう風に季節を捉えたことが私ありませんでした。なるほど、うん、では代表、うん、早速ですけどもこちらもお願いいたします、はい、今夜もサポーターの皆さんから陳情お悩みが届いておりますのでいつご紹介いたします、うん、ちょっと詰まったからお茶飲むね。どうぞ。では私が読みますね、うん、サポーターネームなにわのヒッチハイカーさんからです。松岡代表こんばんは。こんばんは。僕は現在夢のためにお笑い養成所のジュニアコースに通っています。ジュニアコース、そうなんだ。俳優業やバラエティ番組で活躍する松岡さんを尊敬の眼差しでいつも拝見しています。いやありがとう。そんな松岡代表に相談があります、うん、早い時期から芸能界で活躍していた松岡代表が日常生活で仕事のために意識してやっていたこと、もしくはしておけばよかったと思うことはありますか、うん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 、今の自分にできることがあるならやっておきたいんです、うんうん、それとハイスクール漫才という漫才の大会に出場するので何かエールをくれると嬉しいです。それあれだね、高校生だからジュニアコースってこと、ね、あそう、そういうのあるんだね、はい、素敵だな。 やっておきたかったこととかね、はい、なんかね、じゃあやっておきたかったことの方はあのね、もっと部活とかすればよかった。なんか忙しぶってって言ったらあれだけど、全然忙しくないくせに、それこそオハステやってる頃とか、あの全然練習とかぐらいしかさスケジュール抑えられてないのに、なんかちょっと忙しぶって部活だってできたはずなのに何もしなくて、習い事もさなんていうの普通にしかしてなくて、じゃなくてなんかやっぱ子役出身ってずっと事務所に所属してる分、なんか自分にアイデンティティがあるような気がしちゃってたんだけど、いざ二十歳超えてみると周りってさ、二十歳からお芝居始めた人とかって高校の時がっつりバスケやってましたとかさ、なんかこの資格持ってますとか、これに打ち込んでました、夢はこっちでした本当はみたいな、もう確実に勝てるわけない人たちがいっぱい出てきちゃって、私って何もなかったんだなと思ったから、今多分お笑いのことで頭いっぱいで、それが最高にかっこいいなとも思うんだけど、高校の時しかできないことを今はたくさんやってほしいなと思う。あの部活であったり勉強であったり、まあそのなんだろう、まあ、文化祭とかね、学校行事とか、だから多分お笑いのことでやってるから俺にはこれもあるって思ってると思う。それも実際そうなんだけど、今しかできないことって多分すっごいあるから、後悔しないうちにやってほしいなって思うかな。逆に子役時代から意識したのは、友達からバカにされてもやっぱり外での立ち振る舞いはずっと気をつけてた。なんか誰も私のことを知らないし、仕事だって決まったことない状態の時から、なんかちょっと親戚のなんか集まりとか行く時もなんかずっとはいうんみたいなこと言ったりとか、中学高校になってプリクラが流行りだした時とかも、なんかちょっとさ、プリクラに書く文字を気をつけたりとか、いつ何があるかわからないって思って、もういつでも売れてもいいようにずっとそういう関係は気をつけてきたな。なんかいろんなことをいつでも見られてもいいようにって考えながらやってたと思う。すごいバカにされたけどね。だからうん、その今芸能界でうんぬんって言ってくれてすごい嬉しいけど、でも身の回りのことは気をつけた方がいいと思う。やっぱりこうモラルがあってルールがあって芸能界だと思うから、ぜひ何かお笑いの番組とかでお会いできる日を楽しみにしてます。頑張ってね。では代表もう一つサポーターからのお悩みをご紹介いたします。お願いします。サポーターネームポテトのお友達のリホリホさんです。リホリホ、はい、へそうですよ。松岡代表こんばんは。こんばんは。中学2年のマユラかっこかりです。あらま、私には今悩み事があります、うん、それは将来の夢が決まっていないということです、うんうんうん、私の通っている学校は県内ではなかなかの進学校で、うん、東大国立医学部コースという特進コースなので、私の周りのほとんどが医者になることを夢としています。めっちゃ賢いやん。私もこの間まで医者になるのが夢と言っていたのですが、うんうんうん、ある時ふと私はなぜ医者になりたいんだろうと思い考えたのですが、答えが出せず自分の夢が何なのかわからなくなってしまいました。周りはもう進路などが決まっているのに、将来の夢も決まっていない自分に焦りを感じています。松岡代表、私はどうしたらいいのでしょうか。
漠然とした悩みで申し訳ないのですが、相談に乗っていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。中二がまた響くね。まだまだねえ、どうしたらいいんだろう。そうですね、代表、今回このリホリホさんと、うん、なんとお電話がつながっておりますので。ありがとう、はい、ぜひ直接お願いいたします。はい、もしもし。もしもし。あ、こんばんは、バロン。こんばん。大丈夫、どうしたの。いや、もう夢みたいでどうしていいか。やだ、ありがとう。私が汗かいてきたよ。大丈夫。吸って、吐いて。吸って、吐いて。私がほうがしてきちゃった。夜にお電話ありがとう。ごめんね、明日も学校なのに。今お医者さんになるためのコースに通ってたけど、はい、あんまりその気持ちが薄くなってきたっていうあの悩みをいただいたんだけど、はい、ずっといつからは夢がしっかりあったの？小学生とか？幼稚園の頃からなんですけど。幼稚園からお医者さんになりたかったの？はい、すごい、私幼稚園の時の夢妖精だったよ。しっかりしてるね。だよ、びっくりしたよね。うん。でもさ、その頃から思ってた夢がどうして最近薄くなってきたんだろう。この間、うん、あの、私、仕事なんですが、いい、全然。短期留学に行って、どこに？ニュージーランドなんですけど。すごいね。で、そこで、あの、あるなんかプログラムに参加した時に、なんでこのプログラムに参加したのって聞かれて、あの、すって答えれなくて、自分は何も考えずにいろいろ決めちゃってるなって思っちゃって。そうか。あ、それこそさ、今ね、ちはやふるって映画が公開してるんですけど。はい、それを明日見ます。本当にありがとう。見てきて。でね、あの、それをね、あの、やってる時に、去年かな、ちょうど、あの、国村純さんってあの、先輩の俳優さんが、お師匠さん役で出てるのよ。はい、その時に言われたの。子役からやってて、なんで今この仕事続けてるのって言われた時、私も答えられなかったんだよね。なんでか分かんなかった。で、なんでだ、はい、なんでだって考えたんだけど、私さっきもさ、質問であったんだけど、これ以外ないんだよね、今現状。なんかずっと子役からやってきたから、まあ、ずっとお芝居がしたかったわけではないんだけど、なんかこの世界以外を知らないから選択肢がなかったのもあるし、でも一番根本にあるのはお芝居が好きって気持ちなのね。はい。お芝居が好きって気持ちがあったから、大学に行かないでお芝居一本でやりたいって思ったし。はい。だから、何が今一番楽しい？何が好き？何が好きだろう。もう日々まゆちゃん見ることに費やしてるから。いや、ちょっと、いい子だな。でもさ、お医者さんのお勉強することがさ、今さ、苦しかったりはしない？いや、クラスもみんな楽しくて。うん、あ、そうなんだ。じゃあさ、はい、今、なんだろう、難しく考えないで進むのってどうかな？やっぱ、わかんない。特進コースほど頭のいい世界私知らないから、すごい毎日すごい大変。頭いいに決まってんじゃん。これ文字の羅列が頭いいんだもん。だけど、でもなんか、せっかくその場にいて、今まで頑張ってきたものを、今、りょうりょうちゃんが苦しくないんだったら続けるのって、どうかなって思うな。なんか、去年ね、コウノドリっていうドラマをやらせてもらったんだけど、産婦人科の話だったの。で、その時にいろんな先生に会った時に、私って命を一人も救えないけど、先生たちは毎日救ってるって思ったら、それこそ将来のこと考えちゃった、私も。なんか、なんでお医者さんにならなかったんだろうって思っちゃったし。だから、命を救えるお医者さんって本当にかっこいいなって毎日思うから、それこそ今さ、いろんな大変なことがあるじゃない？日本でも、どこでも。その時に人を助けられる能力って超かっこいいなって思うの。だから今まで疑わずそこまで来たんだったら、苦しくない限り続けてほしいなって私は個人的には思っちゃう。けど、どうだろう。まゆちゃんに応援されたら続けちゃう。いやー、それはちょっと重たい。だけど、あの、りょうりょうちゃんが苦しくない限り、今、その難しく考えないで今の日常を続けてもいいって思う。疑わなくていいと思う。だって今までやってきたんだもん。今までやってきたものは絶対あるから。苦しくなったらまた連絡して。はい。今なんか特進コース辛いなとか思ったらまた連絡して。
いつでもお電話しましょう。はい、ありがとう。ごめんね、夜遅い時間。何かあったらまた連絡してね。はい、ありがとう。じゃ あおやすみなさい。いい夢見てね。バイバイ、はい。アバロンではサポーターであるあなたの陳情、お悩みを募集しています。胸に抱えたそのお悩み、ぜひお送りください。ファイティングドリーム、マユー松岡、アバロン 81.3 代表、アバローがすごく吠えてますよ。アバロー、どうしたどうした。あれ代表、隣の部屋から何か物音がしませんか。ん、あら、松岡代表、こんばん。アバロン、ポンポンポン。なんなの、ポンポンポンってさ。あ、ポンポンポンってさっき聞こえたよ。あなたはクレイジーインラブの渡辺直美代表。すごいすごい。ねえ、うちの事務所やっぱセキュリティ緩いんじゃないの。やばいよ。何してんですか。そんな怖い顔しないで。今日はあなたに一言だけ忠告に来たの。いい？なんすか。このアバロンに女王は二人いらないの。あーはー、わっ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 、楽しい。すごいド派手なピンク色のヘリですね。それじゃあ松岡ちゃん、今日はここで失礼するわ。じゃあおー、ポンポンポン。ちょっと待ってよ。ねえ、ちょっと待ってよ。ポンポンポンって何なの。代表、うん、クレイジーインラブに負けていられませんね。なんか作りたいね、うちも。作りましょうね。ポンポンポンみたいな、はい。ではここで、うん、今夜のマニフェスト。あ、忘れてた。ファッショニスタがスタイリングする制服の定期イベント開催法案。松岡代表、サポーターからのコメントをお願いいたします。はい、サポーターネームフルフルさん、17歳男性の方です。松岡代表、こんばんは。バロン、こんばんは。バロン、この法案に賛成です。制服だとあまりファッションを気にする必要がないですが、それだと学校卒業した後に困ると思いました。若いうちにファッションを学ぶことも必要なのではないでしょうか。なるほどね。やっぱりこうルールの範囲内ででも学んでいくことって大事だと思うな、はい。でも今日はなんかあのペイさんが来て、いろんな今の世代のファッションのことを聞けたりとか、はい、やっぱ世代ごとにファッションって違うのかなと思ったら、なんだろう、反骨精神っていうかさ、校則破りてーとかさ、そうですね、こんな服着たいっていう気持ちが変わらないってことは、いい国だなって思ったよ。これからもみんな頑張るための法案なので、はい、ぜひ可決してほしいな。そうですね。では今夜のマニフェスト、ファッショニスタがスタイリング、制服定期イベント開催法案が可決か否決か、この後発表です。です。松岡代表、今日はいかがでしたか。やっぱファッションってなると、今までのお金の話とか住むところの話よりもみんなが分かりやすくて、ね、いっぱい討論できて楽しかった。そうですね、うん。そして今夜は学生たちの制服トラブルについて議論してきましたが、うん、今夜のファッショニスタがスタイリング、ここなんですよ、制服定期イベント開催法案は可決か否決か、ウェブでサポーターのジャッジが出たようです。カモン、それではプレジデントに結果を発表していただきましょう。バロン、今回のマニフェストは可決。イエーイ、いや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 、やりましたね代表。ということで最終的なパーセンテージは、うん、賛成が 88%。 ちょっと歴代最高なんじゃない。最高ですね。そして反対は 12% です。やった、もうほぼじゃん。だってほぼじゃん。いや、ちょっと嬉しい。まあ、賛成の理由としましては、うん、おしゃれに興味を持つきっかけになる、ファッションに自信がないのでコーディネートしてほしいという声が多数だったということですね。やっぱそうだよね。でもさ、ちょっとだんだん溜まってきたわけでね、はい、7000万バロンがあれば他党で3分間のコーナー実施だから、あの他の党の曜日の時にゴリゴリに3分間、こっちの党の話ができちゃうわけ。やりたいですね、ちょっとやりたいよね。でもいろんなことあるんだよ、サポーターの願いを叶えるサプライズとかさ、いっぱいあるから今後もやっていきたいんだけども、ぜひぜひやりましょう。あ、さっきさ、あのニット、カーディガンのさ、一番上に留めるピンの名前さ、はい、大きめの飾り付きのピン、はい、あれね、サポーターネーム、はすみ、HSM さんっていう方がね、はい、言ってくれたんだけど、カーディガンの一番上のボタンに留めるピンはくちばしクリップ、くちばしっていうそうですよ。くちばしクリップ、へえ、初めて知りました。勉強になります。さっき間違えた、ダッカールも間違いではないらしいんだけど、はいはいはい、一番ナウい言い方はくちばしクリップらしい。あ、 JK はくちばしクリップ、 JK さんはくちばしプリクリップ、クリップ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 、もう今日はもうダメです。今日は出し雲も分かんなかったしね。そうですね。じゃあ頑張ろう、来週から。ちょっとへこみますね。 JK 語頑張っていこう、はい。
わかりました。まだまだ勉強していきたいと思います。頑張っていこうよ。今日もアバロンは理想に近づけたのだろうか。明日ニュージェネレーションたちが迎えるリアルな世界はほんの少しでも輝いてくれるだろうか。答えはきっと心の中にある。